サー・エドウィン・アーノルドは、イギリス出身の新聞記者、気候文作家、随筆家、東洋学者、日本研究家、仏教学者、詩人。イギリス領インド帝国成立時に、ナイトクに譲される。ビクトリア朝における最高の仏教研究者、東洋学者とされる。デイリー・テレグラフ紙編集長、インド国立サンスクリット大学学長、慶応義塾客員講師。 スリランカの仏教指導者、アナガリカ・ダーマパラと共にボーディーソサイティを創立した。イングランドのケント州グレーブズエンドに、ロバート・コールズ・アーノルドの次男として生まれる。6人兄弟で、兄弟の一人は、小説家のエドウィン・レスター・アーノルド。キングス・カレッジ・ロンドンを経て、オックスフォード大学へ進む。1852年に、オックスフォードの詩のコンクール、ニュー・デゲイト・賞で優勝する。 卒業後、バーミンガムのキング・エドワーズ・スクールの校長となる。1856年に、東インド会社のアステンで、インド、ブネイに開校されたサンスクリット大学に招かれ、7年間校長を務めた。滞在中に、インド大反乱に遭遇する。アーノルドは神秘思想の研究に専念したいと欲し、ブッダガヤを訪れて、仏教彫刻を研究。インド滞在時に、 ソローの引用した、インドの経典、バガバットギーターを翻訳するなど、以後の研究材料を集めた。1861年にイングランドに戻り、デイリーテレグラフ紙に入社する。以来40年間、デイリーテレグラフ紙の記者を務め、後に編集長となるに至る。在任中に、ニューヨークに渡り、ニューヨークヘラルドの記者の一員として、 ヘンリー・モートン・スタンリーの今後側探検に随行、エドワード子の名付け親となる。その後、同世代最高の詩人として、セシル・ローズに認められた。アーノルドは、その後、初代インド女帝ビクトリアより、イギリス領インド帝国が成立した後、爵位制度が交付されるに従って、ナイト爵に上される。アーノルドは、その後、文学活動を東アジア文学と、 英語詩の解釈に比重を置き、釈迦の生涯と声を説く、長編無印し、アジアの光を観光した。これは、ヒンディー語に翻訳され、ガンジーも愛読し、ジェームズ・アレンも引用している。1889年に、娘と共に来日し、日本の管理、学者が開いた、来日歓迎版3回の席上で、 日本は地上で天国あるいは極楽に最も近づいている国だと称賛した。この後、福沢諭吉が自宅に招いて、慶応義塾でアーノルドを住まわせ、物心両面にわたって援助を続けた。アーノルドは慶応義塾の客員講師となり、科学及び英訳を担当した。日本式の家に住みたいと希望し、福沢門下の麻生武平が所有する麻布の 日本家屋に今日構え、滞在中に3番目の妻で37歳歳年下の黒川玉と結婚した。また、画家のロバート・フレデリック・ブルームの挿絵と共に、ヤッポニカに日本の美を追求した寄稿文を記している。当時の内閣法律顧問、フランシス・テイラー・ピゴットやバジル・ホール・チェンバレンとも交わり、日本各地を旅した。その後、ペルシャ、トルコ、タイを訪問して、 仏教に関する翻訳を数多く手掛けるようになる。東洋の転挙に基づいて、古今の仏教を徹底的に見極めた価値ある論評を書き続ける。また、スリランカで仏教徒と,となった頃から、彩色主義者となり、ロンドンにおける彩色主義の動きの発端となった。AB アザブの奇跡アザブの家マイナス1、米国人画家の来日航空アザブ地区総合書、ザ・アザブ28号。 2014年6月26日、おじょうみひろしち作詞、第10巻、642p、牛尾書店詩人エドイン、アーノルド氏を、ふところふ、芸術と、人生、斉藤新作著書評ロスジー・フォーマン、チャイナ・ザ・ビクトリアン・イマジネーション、エンパイアーズ・エントワインド・橋本モト・日本ビクトリア・朝文化研究学会第12号、アーノルド・ミボウジを抱負、欧米諸生旅行、 森次太郎著、高橋金一高橋金一生没年不詳、港熊楠を知る時点、中関王、港区熊楠全集第一巻、平凡者、P555。ありがとうございます。